ゆうた、うらた、ひやが、はい、リドリー試合の後、のど飴舐めてるヤマト、コムドットです。今日は何、今日は怒涛、うん、ということで、僕たちコムドットなんですけれども、11月にとあるビッグプロジェクトを控えていますと。そのため、今年一多忙、やばすぎるね。多忙自慢と言われてもいいでしょう。せっかくなんで自慢してやりましょうよと。いや、まあ身動きがマジで取れない、普通に、うん、自分のやりたいことは一つもできない。朝6時7時まで撮影したり、1日4本撮って次の日5本撮ってテレビ撮影やってみたいな。だから俗に言うアルティメットファイヤーモードですね。もう体が燃えてるんじゃないかっていう感覚になってくる感じ。おっと、俗に言えてなかった。俗に言えてないよそれ。だってみんなが知ってるみたいな。ピンとこなかった。誰も、え、皆さんないですか、体がちょっと溶けそうな感じになってくる。あ、俗に言うそういう言葉があるの。はい、あるの。ないんじゃない、僕の中で。お前の中には過労熱的なね。まあ確かにずっと体熱い。僕たちの中でやっぱ逆パキっていう言葉があるんですけど、うん、例えばめちゃめちゃこう長く仕事をしてて限界ってあるわけじゃないですか、睡魔の限界とか、うん、でそういうのをこう突破した後、もう人間って大体まあダメになるわけじゃないですか、うん、簡単に言うと、あの撮影中の優雅、うん、もう完全に寝ちゃう、逆パキっていうのに入ると、それ逆に覚醒するって、うん、面白くなっちゃうみたいなね。そう、回るみたいなとこ。あ、そう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 、うん、深夜テンションみたいな、うん、そういう状態があるんですけど、まあ、最近ちょっとそれ多いな。多すぎる。コムドットの心情として、まあ、どんなにきつくてもエンターテインメントに変えていこう、うん、で逆にそれが面白かったりするかなと思って、まあ今まで、まあ、編集合宿とかめちゃめちゃきつい撮影の後にそのままやっぱ密着撮ってみたいとか、まあ、そういう動画を出していって、まあ、それが意外と視聴者って人気だったりするわけじゃないですか。今年年内400万人という目標を掲げてまして、まあ、それが僕たちの年内目標の最後の目標ということで、それもあってこうバーって追い込んでると、ね、昨日レッドブルの写真ちょっと僕あげましたけど、それを俺写真撮った瞬間に今年もやなと、年末の追い込みの雰囲気、まあ、去年も300万人とんでもなく厳しいところからグッと力入れてグッと伸びたわけじゃないですか、うん、それを思い出しまして、まあ、結構コムドットにとって今こう山場の時期なんじゃないですか。でもまあ言っても忙しいわけで、僕今貸し出し期間中なんですよ、うん、結構なね数の方に今貸し出しを行っていて、体があかん状況が来てる。リアルにこう僕がこう拘束されてる時間が多くなってきてて、4人で撮れる企画を僕考えてきました、うん、しかもこの多忙っていう状況を最高のエンターテインメントに変えれる、そんな企画となっております、うん、ということで本日の企画、激安ホテル VS 高級ホテル編集合宿対決。いいよね、高いホテルで行きたいけどね、はい、全員ついに行きたいけどね。本日なんですけれども、僕たちの人気曲編集合宿を4人で行っていただきたいと思います、うん、韓国行った時に激安ホテルと高級ホテルをかけてナンパ対決をしたみたいな、うん、であれ結構面白かったじゃないですか。で本日なんですけれども、今から2-2で分かれます。2人は激安ホテル、もう2人は高級ホテルに泊まっていただきます。わ、高級ホテルの利点を挙げるとすると、あのルームサービスが24時間頼める。強い。そっか、確、うん、かに風呂、まあ切り替えで入った時とかにね、うん、気持ちかったりするわね。そう、まああと夜景とか、うん、でまあ仮眠とかする時ももちろん高級ホテルのベッドふかふかだから、ね、高級ホテルはもう本当に超高級ホテルに泊まっていただきたいと思います。へえ、逆に激安ホテルはもう本当に狭い部屋にしたいと思います、うん、机と椅子もないみたいな状況。それは頼みたいね、うん、それだけお願いしたいわ。まあ、そこの最低限の編集できる環境を担保した上で今回の企画を行っていきたいんですけれども、うん、大事なのはチームですよね。うん、パートナー大事なの。これチームは決めてきてあります。やばい、決めてきてあんの。はい、それではチームを発表させていただきます。うん、第一のチーム、ヒューガアムギリチーム。おお、昔ヒューガアムギリコンビって多かったんですよ撮影、はいはいはい、けど最近ユウタアムギリになってるでしょ、うん、まあね、結構ここをペアみたいな感じになってるわけじゃないですか、うん、一旦みたいな。なるほど、まあ、俺とユーマも見飽きてるもん。まあもう本当に見飽きてますね、もう、うん、第2のチーム、ユウタユーマチーム。このコンビも久しぶりじゃないというか、絡みもあんま最近ないでしょ。確かに。まあこのチームでやっていくんですけれども、重要なのは激安なのか高級なのか、
ですよ。いやマジそうそれだな。あっちゃんは前回もう激安止まってます。そう、もう体験してるからね、うん、まずこの3人はもう高級止まってるからね、うん、完全に。あっちゃんはどうしても高級行きたい。行きてえよ。うわ、そのエネルギー持ってるやつと高級行きたいわ、うん、マジで行きてえ。まあ、何で決めるかと言いますと、これじゃんけんで決めたいと思います。よっしゃー。いや、マジでこれはじゃあ今決まって喜んだ状態で今日頑張れる。一旦ね。なるほど、対照戦みたいにする。そうしよう、勝ち抜き戦にしよう。なっちゃんが2回連続勝ったら俺らが勝つみたいなことや。これ立ち方でいいじゃないですか。でもそうなっちゃうか。うん、オッケー。じゃあ早速じゃんけんするんですけれども、はい、先鋒戦対照戦で、はい、じゃあこちらの先鋒挙手。はい。おお、さっき行くか。いいぞ、いけいけ。なるほどね、先方側だ。で、まっちゃん背中に置いとこうかなと。うん、あっちゃんじゃんけん強いから強いから、うん、こちらの先方よし。おい何言うたらザ先方側だ、ね、うん、弱いの来た、はい、行きましょうか、行きましょうか、はい、傾よゆっちゃん勝ち確やん、とりあえず言うから。お前なめんなよ、さっきから発言来る。いけいけ発言来る。発言来る。なんでそこからねえ、やめて、本当に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 やめて、テープ殴られた、本当にやめて。ねえ、もうさ、俺こういうのリアルたびに思うんだけどさ、やめようぜ、マジで。もう23だぜ。じゃあ、そういうことじゃない、4人組になっちゃう。ああ、俺のせいだった。今はこういう時、何していいか分かんなすぎて、大体こうやってやってる。え、なんで何もしない。こういうノリをやったことがないから、人生で。そうです、ただあんまり。そういう時はもうガッ、その、こういうのに慣れてないと、やっぱそのスカイピースがさ、達成した時のうわーって入っていった時のちょっと外側からこういう感じになっちゃうと思う。あれはきつい。確かに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 。こっちの口で。ちょっとまあ、やっぱね、人間として成長のレベルアップです。じゃんけんなんで、はい、喧嘩しないでください。行きましょう。うわー、ヒューガのじゃんけん苦手なんだよな。マジで強気で行くんだ。せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。うわーい、チョキに見えて死んだ思った。どうなったの。チョキに見えて死んだ思った。行こう、集中しよう。あっちゃん応援して。大丈夫な気がいける。ありがとう。行きます。せーの、最初だけじゃんけんぽい。あーい、マジかー。よし、俺の出番はないよ。ヒガの結果は俺が吹く。あっちゃんじゃんけん待つから。しかも言うたら今余裕あるから、うん、負けても大丈夫。やばい、大丈夫、やばい、あっちゃんが、あっちゃんが、ほんとにやばい、この後ろない感じが。あっちゃんがね、ザコザコ言ってたやろうが。正直、崖に立たされてる気分だ。あ、そうだそうだ、そうだ、行くぜ。立ってる。せーの、最初はグー、あい、あい、じゃあお前までやれるぞ。ほっぱー、お前、よし、流れを持っていこう。お願いします。頼む、あっちゃん、お願いします。こういう時は俺はフィーリングでいきます。フィーリングだ、フィーリング。やばい、特に決めないんでしょ。もう頼んだ。やばい、強くなった。結構落ち着いてるね、今なんか。何出しても負けそう。大丈夫、あっちゃん自信持て。せーの、最初はグー、やるか。あーあーなるほど、まあ、何も言えない、俺別に。まあそうだ、どっちも俺負けてるから。うわー、くっそ強かった。そんなチャンスがあるんですよ。友達だし、友達に頼むっていうのは別に余裕よ。せーの、もう一回チャンスください。無理です。よく目に見えてお願いできた。俺お願いしないか迷ったよ。チャンスください。わかんなすぎるもんな。もう一回言うたら無理ですよって言ってない。っていうのはマジで多分こう。っていうのはまあワンちゃん多分そんなにね、編集なの。コンビニ飯でっていうの楽しみだね。好きなタイプだけど、今ほんと高級志向だから。高級飯、高級弁当がないと腐ってしまうみたいな。そうそうそう、人だから。大将が言うなら無理です。先手打たれた。もう一回、あっちゃんも大将だから。うちの大将がもう無理って言ってるんだよ。挑み方として3連勝したらとかならわかんない。まあまあまあ、なるほど。一勝はやばい。一勝はね、それは確かに変だから。秘密通り3勝連続でお願いします。3勝ですか。まあまあ、限りなくできないだろうけど、僕たちは1勝。そういうことだよね。一回の間、ゴニ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 。この距離でも聞こえないっすよ。全然相談しましょう。うん、ということで、3勝1勝で無理でーす。
これ受け入れよ。無理でやってくれんな。いやもう僕はもう何も言えないです。やっぱ負けちゃってるんで。無償だったさすがに。そうか。無償だよ。無償じゃないよ。無償頼める。そう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 。はい、あの無理な上でもう一回言うんですけど、5勝の頼みがあります。5勝連続でなんとかお願いします。5勝はやばい。5勝でもできないに近い。もう無理ですかね。もう今日行けそうで頼みますって言ってんの。あんま分かんないからこれが最後なんだ。これラストです。2つの意味をかけてなんか言ってましたから。うまいことね。5勝と5勝がね、いい感じでしたよね。こちら5勝、こちら1勝。おいいよ。おいや今もう中井もう無理ですのエネルギーなくなっちゃうからこんだけお願いすればいけたんだよね。まあでも5勝だから5勝なんだよ。絶対ないなと思って。確かにどっちが指名するのあんちゃん。いやまあ3人とかで言っても。あ、そうしましょうか。あ、普通にね、はい、交代交代出てくるみたいな、はい、じゃああーちゃんから言ってよ。で交互に。あ、わかりました。じゃあ相手もそれに合わせて出てくるってこと。あ、でもなんかそのまま出せますよ、ね。こっちは一勝だけでいいね。一勝だけでいいんだけど結構なオーラがあるよね。いや、毎回 50% だからね。うん、毎一戦目今。はい、あ、まあちょっとさすがにやって俺勝つでしょやっぱり。だろ、大将。いや、ちょっとさすがに一回では終われよ、これ。よし、マジで勝つ。でも、腰があります。うわ、これ開くか、そのままか。親指を強く包んでいます。おお、つまり、パーは出しづらいかなと。こいつ余裕出しておけば安牌だよ。それでパーでいけよーって意味なんだ。余裕あるとめちゃくちゃ合ってるんですよ。いきます、せーの、最初はグー、じゃあグー、あい、おーい。一気にやられてる。会話通りやられてる。強すぎた。ということで、ゆうた、ゆうまチーム、公共ホテルです。イエーイ。チャンスももらったし、めっちゃ負けてたもんね、最後。あ、強すぎた。ゆうまの言葉にやられちゃった。全部、もう勝てる気がしなかった、今。うん、まあ、余裕ある人って大きいね。うん、うん、ということで、お二人には、はい、未経験スポテル。はい、まあ、ほんとね、頑張ります。はい、頑張ります。まあ、ここからちょっと、斧を分かれて、まあ、編集合宿ということで、よろしくお願いします。お願いします。さあ、早速やっていきましょう。はい、ということで激安ホテルチーム。うへへい。まあ激安ホテルということで、まあ、公共ホテルのユーマとユータと違ってルームサービスがまあないと。そういうことなの。まあ、なのでまず近くのコンビニで物色してから行こうっていうことだよね。おお、調達からだ。くそーくそー、悔しいぜ。悔しい。まあしょうがない、2人ともじゃんけん負けだし行こう。どうしようもない、ね。うん、どうしようもない。まあ夜のコンビニってやっぱいつ来てもテンション上がるやん。なんかでも楽しいね。いや、なんか楽しい、やっぱこっちは。高級じゃないとこのなんかね、昔思い出すよね。ああ。ということでね、まあ格安のホテルに着いたということで。開けますね。一体どんな部屋になってるんでしょうね。いきます。せーの。よいしょ。だけ。ああ、全然よし。全然よし。いやいや、いいよ、いいんだけど。いいんだけど、机一個ね。まずい、これメインの。じゃあ、じゃあやばい、机一個。じゃあこれは、あのただ安いホテルに泊まるとかだったらまだいいんだけど。そうだ、編集がメインだ。一応もう一個ソファーみたいなのあるんだけど、見てこの。ほぼ机と平行っていう。腰めっちゃ痛くなるんですね。でも、これは。やばいな。やばいよ。やばくね、これどうする。喧嘩だな。いや、これマジ喧嘩だよね。ちょっと、よしよし、喧嘩しよう。よし、喧嘩しよう。置いて。オッケーオッケー。ちょっと待って、これ取るよ。じゃあ取るけど、うわっ。静かにしろ。お前静かにしろ。冬打ちで声出ないやつどうしようか。高安だよ。カフェスカッターどうすんの。まあ、隣ないからね、ここ、うん、気をつけて。まあ、じゃあ俺の勝ちということで。ちょっと机使える方決める喧嘩始める。このベッドから出たの。あ、そうするか。まあ、膝立ち。膝立ちは得意だよ。いいよ。マジで、なんかあの俺に負けて、あの変なやつ出て一生恥ずかしい絵残さない。いや無理だ、お前の方だってさ物理的に弱いから。いや、アホか。無理だよ。行くよ。
お前、マジ気をつける。お前を気をつける。マジで。ほんとじゃない、俺マジで気を使って負けたりしないから。そう、おかちびっくりしない。そこで練習みたいになる。いや、なんで。いいのね、このルール。じゃんけんでもいい。いや、大丈夫。勝てなくてさ、そういうことみたいな気まずいよ。あ、いや、そんなんない。ほんとに。ほんとに大丈夫。じゃあいくよ。うん。オッケー。レディー、ゴー。マジで。全然変わったんだよな。いや、勝つね、早かったでしょ。いや、もう近いなと思って、こうやった時点で。あ、もうすぐだなと思って。まあまあまあ、そのならとにかく今日は僕が勝ちましたから。別にいいじゃん。僕は机で編集して。うん、まあ、そこで編集してください。別にいいじゃん。ちょっとだけ散策する？散策したい。残りの部屋がある。ねえよ。ひとえんだよ。え、なんかいる？ちょ、見てきたやつ。いない、いる。あ、いるかも。マジ？大丈夫か？ちょっと待って、やめて。え、何？やめて。大丈夫？痛い。大丈夫か、あっちゃん。大丈夫か？おい、ちょっと、やばいかもしれない、これ。あ、え？ちょっと、開けます。うわ、やばい。行くよ。痛い、まだないですよ。いや、うん、じゃあここ、細っ。なんでしょうね。ドア細っ。開けていきますよ、うん、せーの。お風呂です。え、待って、あ、あるか、よかった。ん？いや、シャンプーとかないと思ってた。なるほどね。ねえ、やばいって。本当に大丈夫か？鍵閉めてないよ、俺。待ってよ。大丈夫？うわあ、れ、やばいかもしれない、あっちゃん。あっちゃん、開けて、開けていい。あっちゃん、あっちゃん、大丈夫？あっちゃん、あれ？消えた。俺がついてるぜ。もうやろう、うん、練習とかやりましょうか。やりましょうか。はい、始めるぞ。はい、はい、ということで高級ホテル組です。はい、やばい、こんなの持ってきたくなかったよ。本当ですよ。まあね、高級ホテルとはいえ、編集合宿なので、はい、お互い編集を追い込まなきゃいけないんですけども、まずはですね、その高級ホテルを楽しみましょうということで、ルームツアーやっていきたいと思います。開けてください。よし、はい、いきます、はい、それではオープン。おお、綺麗。なんかおしゃれじゃないですか。めっちゃ綺麗。わお、ここですね。おー、いいやん。この僕がここに立つとこの広さが分かるね。分かるね。しかも GoPro の広角だし。いや、これ結構広いね。ベッドとかもダブルか。ダブルが2つだから4人寝ようと思えば寝れますね。寝れるね。ちょっとじゃあパソコン置いて見て回りますか、うん、もうけどリビングはちょっとなんかミニマリストなのか、そのホテルの人が。物がマジ少ない。え、マジでね、なんか結構シンプルだね。編集するにはちょうどいいんだよ。そうだね、余計なあれが入らないから。うん、まあ夜景はね、ちょっと撮っておきましょうか。そうだね。一応ここ33階なんで、お、割と綺麗に見えるとは思いますが、うん、まあ、とりあえず夜景は撮っといて洗面所行きましょうか。レッツゴー。じゃあいいですか。はい。おお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 おしゃれだな。いや、おしゃれだね、マジで。デザイナーズマンションみたいな。じゃあちょっと、はい、なんかわかんないですけど、うん、開けてみますか。はい。え？うわぁ、奇跡だね、めっちゃ奇跡やん。ということで、こちらがバスルームになっております。はい、バスルーム。いや、でも本当にいいですね、お風呂もない。うん、いいよね。うん、めっちゃ広いわけじゃないんだけど。別に今日は入んないしね、うん、編集ですから。このシャワー浴びて気持ち切り替えましょう。そうだね、まあ浴室でしたと。はい、じゃあ続いてこちらのお部屋、はい、紹介したいと思います。まあお風呂の横なんてね、うん、大体あれなんですけども、はい、おお、こちらトイレですね。はい、トイレね、白い感じで、うん、なんか言うことないね。なんもないって言ったらあれだけど、綺麗にされすぎてて、パカッ、うおーみたいなところではないか。まあここで、まあ部屋的な付属してるものの紹介は終わりなんですけども、はい、
一応そのケータリングみたいなのがあるんですよ。やっぱいいホテルって冷蔵庫とかあるでしょ、おつまみみたいな。そこちょっと見ますか。こちらまずご覧ください。真ん中、右からコーヒーマシン、お茶、お酒、水ですね。おお。でここがこれでしたと。彼女とか、カップルとかで来るにはちょっと落ち着けていいかもね。うん、いいところだと思う。結構その後に終わっちゃったね。終わっちゃいましたね。まあ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 、あれもあるじゃん、ルームサービスがあるか。そうそうそう、ルームサービス見よう。うん、はい、ということでルームサービスを注文しました。イエス。まあ、たくさんねご飯注文して夜飯の準備は万端なんですけども、その料理が届くまでね40分から45分かかるみたいなので、その間にですね早速編集をやっていこうかなと思います。よし、やっと編集に入りますね。うん、編集合宿なんで編集をやんなきゃいけないですし、結構今僕たち追い込まれてると。結構やばいんだよな。結構やばい。なぜ明日も8時集合なんで結構やれる時間限られてますから、集中しないと結構まずいことになる。うん、頑張っていきましょう。頑張りましょう。でですね、この今編集できるスペースが2つあるんですよ。まあ雰囲気いいのはこっちだね。まあデスクっぽいからね、うん、編集デスクっぽい。うん、まあ向こうはちょっとゆっくりしそうな感じはあるね。そうだね。うん、あのソファーの上乗ってたら寝ちゃいそうだもん。でも鉄の広いソファーですからね、うん、眠くなりそう。でこっちが長机、まあ編集っぽいね。うん、うわ、けどどっちがいいかな。何にするか。じゃあいっちゃいますか。オープニング思い出してください。今日僕は調子がいいです。邪念すごいな。親指を握ったらパワー出しづらいですよ。せーの、最初グッグッグッ。なんでさ、このホテルを決めるのにさ、立ってさ、ゆうちゃんに貢献したっていうのにここで僕が負けなきゃいけないんだ。いや、今のはだってこうパワー出しづらいですよってさ、グーかパーやん、もうだって。そうだね、パーを出しておけば負けないだろうっていうので一応パー出したら勝てました。うわー、どうしようかな。山こっちかな。まあそうだよね。うん、僕こっち。うん、これは集中できるわ。使わせていただきます。ムークちゃんこっちの。はい、まあ、申し分ないね、こっちも。申し分ないってだるいけど、めっちゃまあここでやると、うん、じゃあこれでやっていくか。はい、ということでね、編集の画角になっています。こっちはね、優待画角なんですけども、まずはですね、僕が何の動画を編集しているかをお教えしたいと思います。僕が今ね、取り掛かっている動画はダーツで昼飯決めてみたっていうね、動画を編集しています。ヒューガくんがダーツプロみたいなね、雰囲気でダーツ先生を演じながら、ダーツのポイントで昼飯のゴーカスが変わっていくっていう動画なんですけども、こちら今日撮影しました。先ほどね撮影して僕が編集担当することになったんですけども、これの期限があと2日ぐらいあるんですけども、まあ期限ギリギリに終わらせるっていうのは基本的に危ないですから、今日中にはねできればカットしろ的を終わらせてテロップをねやってくれる裏方ちゃんに渡したいんですけども、まあ時間も時間、疲労も疲労なんでどこまでいけるかわかんないですが、僕はこのダーツの動画のカットしろ的効果音までを目標に進めていきたいと思います。ということで、うらちゃんなんですけれども、僕はですね、匿名フリーマーケットといった、動画が、後日上がるんですけれども、それをね、今、アムギリくんと二人で半分に割って編集しております。なので、今、アムギリくんがね、遠いところにいるんですけど、半分ずつやって、後半と前半、みたいな感じでやっていきたいと思ってます。そしてね、その半分をやりつつね、その、チェックっていうものがありますので、それを後でりょうまくんが届けに来てくれるので、まあ、チェック終わり次第、カットに入って、今日は、この、白敵っていう部分には、入れないと思うので、カットまで終わらせることを目標に、編集は頑張っていきたいと思います。ほんなら、頑張っていきたいと思います。はい、ということでご飯が届きました。ふぅ、まあ、現在の時刻1時50分、うん、夜のご飯が届きました。で、こちらちょっと料理を移させていただきますね。これが豪華なんです。うん、カレー、玄米、スープ、サラダ、ジンジャーエール、カレー、白米。ようやくね、勝ち組の雰囲気出てきたというか。出てきましたよ。高級ホテルのね、良さを前面に出しながら、はい、撮影していきたいと思います。よっしゃ、食べましょう。よっしゃー。はい、ということで料理出されました。食べよう。食べましょう。はい、いただきます。はい、いただきます。はっ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 は
まずいっす。カレーうますぎる。野菜カレーが美味しすぎます。カレーうまいっすか。カレーやばい。彼らこんなもん食べれないですからね。何食ってんだろう。ヒューが筋トレ中だからささみたくてじゃないですか。ここ来ても食えなかったのか別に。うん、やばい。編集結構やばくね。編集がね、ちょっと結構やばいんですよ。こんな感じなんですけど、ちょっと思ったより思い込まれすぎてて、今多分俺らのこの動画の尺、一つも多分面白くないと思うんですけど。面白いこと言ってない、言えてない。やばいんだよな。編集の尺レレも今までですよ。別に明日の朝も早いっていうのが、そう、怖い。多分このまま寝ないで行くコースなのか、これは。うん、朝が早いの多くなってきたね。朝早いの多いね。テレビとか始まってね、やっぱすごいありがたいところですけど、そういうものが始まってね、今年は結構社会人っぽい一年を通せたんじゃないかと。確かに、雑誌とかも早かったもんね。去年より社会に馴染んでる気がする。あと電車さえ使えば社会人ですよ、もう完全に。なんかその後行くときとかさ、新幹線で行ってね、うわ、この後行きたいな、この後行きたいな。この冬やっぱ YouTuber 始めてから暇がなさすぎて、行けてないんだよね、冬。そうなんです。冬が一番忙しいですから。年の瀬、年始は本当に忙しいですから。夏が忙しい YouTuber 一番多いのかな。でも冬も忙しいのって結構僕たちの特徴なのかな。年始になったら俺ら大型企画をやるじゃないですか。その準備とかだね。だから今年はどうしてもその後行きたいんですけど、年内目標400万人を達成するまではいけないね。いけないね。のんびりしてる場合ではないから、ここへ来てのこの追い込みやばいよな。24歳なわけだよね。まあ僕らバスケとか、ユーマだったら今バレーとか、なんかスポーツ系の企画とかに結構呼んでいただけるんですけど、まあ確かにその他のクリエイターに比べたらまだ若いのよ、23、24けど、意外ともう体は変わってきてる。まあこの見た目だったら、まあそうだよねって言うと思うんだけど、俺のこの見た目でも変わってんのよ。何言ってんですか。バカか、違う。バルトの方がおじいちゃんって言われてるじゃん。ちげえ、お前クソおっさんやろ。どっちが嫌なんだろうね、おじいちゃんって言われて。いや、おっさんの方が嫌だ。おっさんの方がきついね。これヒューガとさっき話してたんだけど、バスケとか本当に好きだから。確かに。なんか体育館とか行ってボールとかある、ゴールとかあると楽しくてやっちゃう、つい。だから体力とか大人になったとかそういうことじゃないの。楽しくてやっちゃってるだけだ。確かに。だけどその今体育館とかゴールとか、ボールとかそういうのない状況にいると、今バスケとか絶対無理だなって考えるのに。本当に一番悲しいのは末端冷え性になっちゃった俺。最近だったんだ。昔はそんなことなかったんですけど、メンスとかに行くとやっぱり末端冷え性ですかって言われますね。メンスで気づかされたらどうだろう。そうっす。ないな、まだそういう大人がかかるような病気に今かかっちゃってますとかは。なんかため息ついちゃう。わかんなくなっちゃった今。やることがさ、別ベクトルすぎてさ、飯食いながら楽しい話をしたいはずなのに、そういえば編集でやんなきゃいけないんだみたいな。で、5人でいると3人が豊か作ってくれてる間は編集だけできるとかさ、あるからいいけど、2人だからむずいね。むずいんだよね。編集合宿っていう動画はグループ系じゃないのむずいですよ。一人語りとかするしかないですよ。いや、俺最近したばっかりだ、めっちゃくちゃ。そう、あれだったそんな。いろいろ経験させてもらいましたけど、やっぱ小物と5人でね、話してました。めっちゃ良かったっすよ。やっぱ5人でいるのが一番いいのよ。こういうことするたびに思うね。あっちゃんあっちゃんいればもうちょっとなんかいろいろ話せるなと。ご飯食べたらあれ大丈夫か。一緒ですよ。明日はコラボなんで、しっかりお風呂入って歯磨いてしっかり寝てと言いたいとこですが、寝るのはまあ編集があるんで。そうだね、これご飯は食べて編集しますか。また結構今回の編集はしリアル、リアル、これが結構リアル、こんな感じで素朴にやってます。じゃあ編集しますか。イエス、しゃー。動画とか回ってるとかじゃないんで、ケイスケ君がここのホテルに来ようとしてるのはちょっともう分かってるんで、ケイスケ君ほんと来ないでください。ケイスケ君お願いしますよ。マジやで。じゃあ一回見てもらっていいですか。ケイスケ君カメラだけ。いや回ってるやん。回ってるやん。ケイスケ君マジお願いします。もうほんとにやめてください、これ以上後輩の動画に来るのは。お風呂あんの。いや、それはありますけど。これはホテルなんで。
ほんま。いや、ありますよ、それはあります。え、なんてホテルだっけ、名前、なっちゃん。じゃあ、それだけ、ケスケ君に送んないで、なっちゃん。お願いね。マジで送らんといて。いや、送りません。送んない、お前送んない、マジで。100% 送らない。ケスケ君来たら困るからね、俺ら。さすが編集できなくなっちゃうんで、ね。いや、僕たちもケスケ君寝てほしいし、来られても、あの、迷惑になっちゃうんで。そうです、明日8時なんで、はい、狙い今のうちに来て、その前乗りして僕たちと朝一緒に行こうみたいな方がいいんですけど、やめてください。じゃあ本当お願いします。急に下ついたみたいな電話だけって。ケイスケ君も明日あると思うんで。はい、明日早く帰る。じゃあケイスケ君、マジで来ないでください。ちょっと待って、ちょっと待ってよ。いや、ちょっとさ、これさ、マジで、あの、かけるとかよくないから、先輩だし、うん、世の中的にも今度、高級寿司をおごろうぜ、当てた方。あ、来るか来ないか。来るか来ないか。え、一緒に呼ぶ。え、一緒に呼ぶか。で、両方来るってなったら、もしケスケ君来なかったら、ケスケ君におごろう。そうしよう。で、ケスケ君来ちゃったら、おごってもらおう。逆に両方来ないって言って、ケスケ君来なかったら、おごってもらおう。おい。結構ちょうどいいよ。せーの、来る。ちなみに、あの今、3時45分です。さっきご飯食べて、急にも回したんだもんね。はい、ずっと練習してました。今日、ケイスケ君と会う日なんですよ。そうですね、8時ぐらいしかも。はい、4時間ごとか。で、それで、ケイスケ君が来るかどうかですね。ケイスケ君が今から寝ようとしてたんで、もう僕たちは、来ないでくださいって言ったんですよ。もう先輩だし、こんな時間だし、お願いだからもうちょっとやめてくださいっていうふうには言ったんですけど、まあ僕たちは来るにかけを、まあ一応したんで、ケイスケ君が来た場合、ケイスケ君に寿司をおごってもらえると。ケスケ君が来なかった場合、僕たちがケスケ君に寿司をおごる、はい、で、ケスケ君が来ないのがベスト。そうです、あの、寝れるし寿司もおごってもらえる。来ちゃったら寿司もおごんなきゃいけないし、風呂も今家で入れないし。まあ、ということでね、まあ結構盛り上がったんですけど、まあとりあえずね、編集の集中をまずしなきゃいけないんで、またちょっと編集を集中して、ケスケ君に動きがあったり、まあ、ケスケ君が動かなくて編集に動きがあったりしたら回していきたいと思います。はい、ちなみにね、今めちゃめちゃ編集頑張ってた。いや、めっちゃ頑張った、はい、めっちゃ進みました。はい、またこっからガンガン進めていきたいと思います。はい、はい、ということでね、まあ、かなり集中してやってきて、だいぶね、終盤に来てるんですけれども、このね、カットしろときっていう作業が、僕今のルーレット上限買い物っていう動画をね、もう明日出す動画をね、編集してるんですけど、それのカットしろときが終わったら、またそれの終わったやつのチェックとかもしなきゃいけなくて、まあ、まだ寝れないっていう感じなんですけど、頑張っていきたいと思います。今あっちゃんちょっと今違うとこ行ってて、僕今一人でやってます。あっちゃんもね、まだまだ編集大変そうでね、二人揃ってまだ寝れなそうなんですけれども、負けずに頑張っていきたいと思ってます。もうこの明かりいいね、なんかね。じゃあやります。はい、ということでね、時刻は4時半になりました。ご飯を食べてからね、2人とも編集をしていたのですが、ちょっと僕の方がね、ほぼ限界だと。で、チェックの方がですね、もうそろそろ終わりそうなので、ちょっとそれが終わったら一旦仮眠をしたいと思います。なので一人でちょっと GoPro 回させていただいております。ゆーちゃんが待ってますね。これがあと30分ぐらいかかるんで、風呂も入んなきゃいけないのか、めんどくせーよー。お風呂がめんどっちぃ。女の子みたいなこと言ってます。女の子はお前髪の毛乾かしたり、お前化粧するっていう大変だから、めんどくさいって言ってんだよらしいです。うわ、今からね、残り30分ぐらい編集してめんどっちぃお風呂入ってゲッツしていきます。パッサちょっと待ってください。撮ってんの
ちょっと待ってください、圭介くん。ちょっと待ってください、こちらのセリフですよ、ヒューガくん。え、圭介くん、待って。ヒューガくん、待って。ヒューガくん、待って。ヒューガくん、圭介くん、まさか5時ですよ。5時よ。ヒューガくん、天木根くん、圭介くん、ここから外に来ちゃってるじゃないですか、圭介くん。来ちゃうよね。いや、今回ばかりはもうコムドット史上最大に迷ったよ。いや、そりゃそうですよ。最大に迷った。もうマジでバックレオが迷った。バックレオの勇気ですよ。寝落ちするか迷った。そりゃそうですよね。いや、ほんとそこで、いや、YouTuber やろうと思って。いや、ちょっとさすがに申し訳ない。いや、さすがにほんまに迷ったもん。だから俺はもうポジティブ思考回路に変えたわけよ。はいはいはい。こっちに来たらすぐ会場に行ける。そうです、はい、しかも3時間寝れますよ、はい、はい、そう。そして睡眠時間も確かにこちらが多いと。そうなんですよ、はい、来ました。ありがとうございます。いや、けどこれ寝てもらわないと申し訳ないもんな。そうですね、寝てもらわないとね。そうなんですよ、はい、でこれ編集終わりるじゃないですか、うん、そしたら、まあ、僕多分今日寝れないんですけど、うん、で朝8時とか8時半に終わってその撮影行って、うん、その撮影終わったら今こう撮ってる動画をまた編集なんで、うん、撮影終わってこれガチ撮影終わって。それは俺来なあかんな。そうなんですよ。明日1日中撮影した後にまた僕これやるんですよ。明日今度同じこと。でも俺らも明日だから一応3時ぐらいに終わるでしょ。はい、そっから撮影2本。うわー、重い。じゃあマジで今日寝ないと。2時間ぐらい寝ないとダメです。そうですね、僕も2時間寝れたら起きれる体なんで。あ、じゃあ6時に寝ろ。6時に寝ればね。感じっすよ。あー、強いて言うなら高級ホテルに呼ばれたかった。それ本当そうです。そうっすね、マジそうっす。でも格安ホテルだからこそ4時とか5時にも対応できるっていう。確かに、お金払ってとかやりやすいですから。まあじゃあちょっと圭介君も来てくれたんで、一回俺喫煙部屋で圭介君と食べようとして。あ、それはありだと思う。僕たち部屋何個か取ってる。あ、そういうこと。俺を持って喫煙部屋行かない。はいはい、そう。で、この辺はダメです。わかりました。じゃあ、ちょっと行きますか。はい、ありがとうございます。本当すみません、ありがとうございます。いや、こちらこそ。最高の人ですね、やっぱ圭介さん。あー、コムドット、カシイチ。ちょっと待って。何やってんの。え、何。来て、もう来て。おかしいよね、ギシ。いや、もうなんかおかしいよね。俺も何してんの。俺もう意味わかんない、自分で。いやいやいや、嬉しいけど。いやいや、申し訳なさ、勝つすぎる。さすがに。これはね、さすがにね、寝たら終わると思った。あーね、じゃあマジで、いや、安全性を求めてきたんだ。うん、もうだからカメラどんどん回されても俺はここで今寝ることを誓ってる。そうだね、2人とも2、3時間やっぱ寝てもらわないと明日も撮影あるから。そうだね、心配になっちゃうから。ちょっと俺は本当に明日の動画だから寝れないんだけど、それはもうちょっと今日は運命だから。さすがに寝てもらって。僕来ました。マジで来るな。俺は信じてたよ。いや、マジで本当にずっと迷ってたんですよ。もうこれだったんですよ、うん、なんすけど、いやー、これおもろいよな。何も思わずにヒューガのとこ行ったらどうか。俺と一緒に考えしてる。俺もうめっちゃ葛藤して、いや俺今回だけバックレオと思って。いや、マジで頭おかしいわ全員。マジでびっくりした。待って、これ以上喋ったら変なアドレナリンですわ。マジで今俺もわざと維持してるもん、この調子するの。さすがにびっくりした。マジでびっくり。ガチの驚き方だったもん。結構気づいてなかったからね。あ、そうなの。うん、マジか。チーム絆ですよ。そうですね、チーム絆。いや、嬉しいわけど、同世代がここにいると全力で宣伝してな。コムドット、その代わり俺らも。いや、もちろんね、今も見てる方々バンバンザイと。義士だけです。あ、義士だけですもんね。やってるから。義士だけです。お茶の肉さらに肉チャンネル。サシでサシでサラダに。これ見てね、プッてなった男の子も一旦見ていただいて、 SBR バンバンザイ、お願いします。なんか、本当
地元の友達の感覚を思い出すよね。いや俺ら地元の友達やんぐらいでもなんかこのままと言ってもじゃあずっと仕事一緒に付き合いでやってたら地元同じぐらい付き合いたくなっちゃいますもんね。確かに彼ら3年やからね。確かに。うわありがとうございます。あっ頑張りましょうか。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。しゃー現在朝の6時なんですけれども起きるまで2時間かだけどまだ作業が全然あるのでここからも続けていくんですけれども2人が来てくれたらめっちゃ元気な目覚めたね、うん、で2人にさすがにちょっと申し訳ないので寝てもらうと思うので僕たちはここからねさらに集中して2時間ぐらいかな一旦で終わらせて撮影で移動できたいと思うのでめちゃめちゃ集中した後に、まあ、朝方の一言なんか言えればいいかなと生きてれば思います。ラッちゃんも集中して頑張ってくださいね。オッケー。はい、ということでね、ゆうたかかくでございます。現在の時刻はですね、6時12分。ご飯を食べてね、編集を黙々と進めていたんですが、もうそろそろね、身支度をしないといけない時間なんです。あと1時間ですね。で、シャワーを浴びて髪をセットしてって考えると、まあ、6時半ぐらいからね準備したいんですけども、まあ、一睡もしない状況でねこうずっとやってたんですけども、当初の目標でカットしろ的効果音を終わらせるという話だったんですけども、まあいろいろね撮影とかも兼ねてるっていうのもありますが、現在15分カットしろ的効果音でございます。皆さんね、このドットの動画を見てくれてる方ならわかると思うんですけども、だいたい50分とか1時間とか40分とかそれくらいの動画だと思うんです。半分もまだ終わってないですね。結構ねダーツ企画っていうのはね初めてっていうのもあってカットいや視力的にね、苦戦していますが、うん、それにしてもなかなかはかどらなかったなっていう印象があります。高級ホテルを引き当ててよっしゃと思ったんですけどね、ゆうまくんもなんか今日調子悪い、なんかあんまはどんないなって言ってもう寝ちゃってますけども、普通に僕とゆうまくんのねポテンシャルの低さだと思うんですけども、こうもお互い調子悪いとなんだかなって思いますね。やっぱ違う環境に慣れてないのかな。俺とゆうまは、俺とゆうまが一番事務所で編集することが多いんで、あっちゃんとかねヒューガーはねスカイピースの家に行ったりヒフラと一緒に編集したりしてるんですけども、僕とゆうまくんは基本的に事務所でやることが多いので事務所に慣れすぎちゃったかな。まあ、けど今日の撮影早いんで今日の撮影はとりあえず頑張って、今日の撮影終わったらまた編集ね挽回していこうかなと思います。まあ、睡眠取れてないのがちょっと不安ですが、やるしかないんでね、みんなにこの動画を届けたいので、ね、編集頑張りたいと思います。でちょっとね残り15分とか20分ぐらいですけど、ここ黙々とやりますね。はい、ということで朝です。朝です。現在の時刻7時半です。めっちゃ朝です。天気いいです。めっちゃいいですね。編集はどうでしょうか。チェックは終わりました。自分のカットまで終わらせるって言ってたんですけど、カットはもう力尽きて終わりませんでした。うん、どれくらい終わってない。カットはもう死ぬほど終わってないです。これ僕なんですけど、僕も昨日撮ったダーツの動画のカットしろ的効果音までやろうと思ったんですが、うん、死ぬほど終わってないんです。でもゆうとめっちゃ集中してやってたよ。16分ぐらいまでやったんだけど、うん、結構ねむずいのよ。なんか気に食わなくて戻ってみたりみたいなのやってたら、うん、数時間かかっちゃって。なるほど。集中はしたんだけどね、ちょっとやっぱ力を足らずってことで、うん、でこの後ね、あの大型のコラボ撮影なんですけども、はい、それが15時ぐらいまでなのかな、夕方前ぐらいまでで、そっから帰って巻き上げようと。そうですね。まあ、今回の編集合宿はこんな感じしたよと。まあ最後にねちょっと夜景もね映すの忘れちゃったんで、朝景をね、はい、映したいと思います。ご覧ください。うわすごいよ。すげえな。なんか勝ち組の景色って感じですね。本当にそうです。すごい綺麗でしょ。めっちゃ綺麗だよね。でこの後もうちょっと時間ないんでコラボ撮影の場所に移動したいと思います。これでね僕たちの画が終わりになります。この動画がねいいなと思っていただけた方はぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。もっと頑張ろうな。はい、100万人これだとまだまだ足りない。ダサいなこれが。情けなかったと思います。そんなに。もっと頑張ります。もっと頑張ります。はい、それじゃあねまた次の動画でバイビー。はい、ということでね、
現在ね、朝の8時近くなんですけれども、まあ、ちょっとね、僕もね、あと20分、30分ぐらい仮眠したいということで、はい、まあ、ちょっと風呂入ってね、はい、僕も今風呂入って、なぜかちゃんは着替えて寝るということなんですけど、まあここに来て、この追い込みかなりね、久々にやったね。で、こっからちょっと一日中また撮影と編集と、はい、年末感が出てきましたっていう感じですけれど、なんかね、お忙しくなってきましたけど、うん、やっぱこの年末はもう最後だと思うんで、数字がやっぱ400万っていうのがあるから、この年末感があるとね、LINE も分かんないけど、どんなか分かりません、関係なしに忙しいのかもしれないけど、またこのプレッシャーを感じながらのね、この感覚というのもね、なかなか味わえないものなので、ラストね、400万人目指してるチームはね、今見てくれてるのであれば、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。満身創痍なことをね、自慢したいわけじゃないんですけど、こうやって頑張ってることが自慢だとかじゃなくて、ストレートに私も頑張ろうと思ってくれる人がいればいいなと思って、僕たちはこういうのね、届けてて、それを面白さにね、ケースケ君呼んだり、記事読んだりして、面白く撮ったりしてるんですけど、真面目にこうやってる部分でもあるので、ね、良さを感じ取ってくれたらなと思います。はい、まあじゃあちょっとここから寝て、また起きてますのなんなんで、まあ、バイビーしちゃいましょうか。僕たちの学校は以上で、まあ、高級ホテルの人たちも、まあ、高級だけど多分今もすごく頑張ってたと思うので、お互いにね、いい編集合宿だったということで、この動画がね、良かったなと思ったら、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。あとコメントもね、たくさんしてくれたら嬉しいです。じゃあ青木くん、バイビーよろしくお願いします。うぃ、それじゃあまた次の動画で、バイビー。